こんにちは。こんにちは。はい、今日はお越しいただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、本日は冬に気になる美容対策ということでお越しいただいております。はい、お願いします。その中でも、まあ、もう目の前にあるんですけども、はい、まあ、靴、まあ、ブーツといった足元に今回はちょっとフォーカスをして、はい、匂い対策ということで商品を実際に試していただこうということでお越しいただいております。はい、お願いします。お願いします。楽しみ。足元の匂いのお困りごと悩みごとみたいなのありますか？本当に女の人も男の人も足元には悩んでると思うんですけど、特に私の場合実体験だと、ブーツ履いた後にこうストッキングとかタイツのままブーツ履くと蒸れが気になったりとか、ダンスをやってるので汗かいた後に使った靴をそのままリュックにしまわなきゃいけなかったりとかする場面で、かなりやっぱ匂い気になってますね。夏希よ、ここから TV。 それでは試していきましょうか。はい、お願いします。今回持ってきた商品の中で、はい、私は気になるものとか、あの、うん、使ったことがあるものだったりありますか？使ったことがあるのはこちらです。この青いのは松木雄さんのは使ったことがあって、中学生ぐらいの時にリュックに入れて持ち運ぶのにこれを使ってました。かなりヘビーユーザーということですかね。そうですね。ありがとうございます。なんか形が違うのはこれですよね。色も形も全然違うので、これも使ったことがないけど気になってます。ありがとうございます。まず今日ここからさんの PB のものはなんかどんな風にどんな頻度で使うとかありますか？レッスンが終わってリュックに靴をしまわなきゃいけないタイミングに絶対使うようにしてました。本日はこの商品を使って、まあ、大変申し訳ないんですが、スタッフの、まあ、靴だって靴下といったものを活用させていただきながら、はい、実際に使用感というものを見ていっていただければと思います。はい、はい、それでは実際に、試していきましょう。はい、お願いします。夏希よ、ここから TV。 はい、ということで一番最初の商品を紹介するんですが、はい、まだ靴はちょっとその見て見ぬふりをしていただいて、はい、はい、実際に、ね、後で試していただこうと思います。が、はい、まずはこちらの商品です。はい、ドクターショール消臭抗菌靴スプレー 150ml と、使用方法ですね、はい、よく振って靴から10センチ以上離してお使いください。スプレー後 1,2 分してから靴を履いていただくというふうな、まあ、実際にかけていただいて少し時間を置いてから実際に使っていくというふうな商品になっております。はい、じゃあ実際にちょっと事前に靴の匂いを、はい、はい、嗅いでいただいて、ああ、でもそんなどぎつい匂いじゃないんですけど、はい、優しさを感じます。どぎつくはないけど、まあ、使用したんだろうなっていう匂いですね。実際にちょっと使っていただいて、まあ、片方に使っていただいて、はい、その変化をちょっと見ていくという形です、はい、今嗅いだのこっちなので、こっちに使ってちょっと違いを確かめてみようかなと思います。はい、ありがとうございます。お、ちょっと清潔感のある感じがしますね。あ、ちょっと漏れる匂いですかね。はい、あ、なるほど。じゃあちょっとここで 1,2 分置いて実際に見てみましょう。はい、はい、ということで2分、はい、しました。実際に、嗅いで試していただくと、はい、おう、うわ、すごい、全然気にならないです。もともとある靴の匂い、このゴムっぽい匂いもあまり気にならなくなってます。なんか靴屋さんに行った時のあの新品の靴が並んでる匂いがします。あ、かなりかなりいい状態です、ね、そうですなんか無香料っていうとあまり効果は感じにくいのかなと思ってたんですけど、そんなことなくて新品の靴屋さんの匂いになりました。夏希よ、ここから TV。 では続いての商品です。はい、はい、マキラーシューズの気持ち無香性 180ml という感じですね、はいはい、スプレーするだけで新配合の消臭成分が匂いを中和し素早く消臭。でもこれストッキングと靴下いけますよね。多分他にない特徴ですよね、うん、そうですね。実際にあの履いてるものに使えるっていうのは、そしたらもう皆さんの足を足にスプレーさせていただきたいな。リアル感を求めていらっしゃる、はい、これよりもね、この特徴を知りたくないですか？かなりユーザー目線に沿ったいい提案が来ましたけども、そしたらですね、
私がちょっと離れられないので、あれに足の姿勢をちょっとじゃあ、ちょっと実際に靴を脱いで、実際そのそこに直接かけていただいて、うん、じゃあちょっと今回ビフォーアクターを、はいはい、感じていただくという、ちょっと予定にない楽しみ、あの使用者目線でできればなというふうに思っております。はい、はい、ということで、はい、すでに右側に、はい、準備をしておりますので、はい、それでは足の入場です。で実際に、はい、足が出てきておりますので、ちょっと今のちょっと匂いを嗅いでいただいて、でもうここで、あ、なるほどね、もう今感じるものがあると、ちょっと感じますね、人の雰囲気を。じゃあ実際に使っていただきましょう。はい。ということで、はい、使っていただきます。一回じゃあ。実際どうですか？ちょっと映ってないですけど、スタッフ使用感というかこう。ひんやりしました。あ、うん、ひんやりですね。結構でもおっしゃってましたね。うんうん、実際に変化は訪れたのか、はい。訪れたのか。あ、でも全然気にならなくなりました。本当ですか？はい、かなりあの距離感が違います、さっきと。足にも使えるタイプって珍しくて、靴にも靴下にもとかやったら結構効き目が大きく期待できそうだなって思いました。夏木よここから TV。 じゃあ続いてですね、はい、はい、続いての商品は、こちらです。スリムウォーク靴のニアケアスプレーレギュラータイプ 150ml と。じゃあ実際にこれをちょっとビフォーアフターをね、はい、はい、確かめるということで。いや、でも使用感がありますね。ありますか、はい、私も結構ブーツ持ってるんですけど、冬使うことが多くて、中に履くソックスとかが薄かったりタイツとかだと、やっぱり普通の靴下で履いてるより、特に革製のブーツとかも匂い気になってきますね。そういうちょっとこう蒸れやすい面の方がやっぱり関係してる、はい。じゃあ実際にまあこれはブーツパンプ仕様ということなんで、はい、実際に使っていただきましょうか。振ってからですね。いや、もうここでいい匂いしますね、うん、フレッシュソープの香りです。フレッシュソープの香りがします。 1,2 分してから靴を履いてください。はい、で実際今2分ほど置かせていただきました。うわっ、あ、すごい、ちゃんとフレッシュソープ石鹸の香りがします。全然違います。かなりこう使っていただいた時もね、ふわっと僕ら側にも匂いがするんです。はい、もともと使ってた匂いも全然気にならなくなりました。シャボン系っていうんですか、石鹸系の香りは清潔感があるし、靴脱ぐ場所でもあんま違和感なく使えるので、すごく私は好きです。夏木よここから TV。 じゃあ最後の商品ですね、はい、はい、こちらがですね、今2本買い出してますが、夏木よ靴とブーツの消臭スプレー AG プラス無香料とフローラル。実際これちょっと使い分けて、この商品間の違いというのを見ていただこうと思うんですが、はい、まあ、今回また靴を用意させていただいて、はい、まあ、ちょっとスポーツやったシューズと、うん、まあ、ハイトシューズという感じですね、はい、かなり年季が入っているはい、ああ。でもそんな部活やってた頃の部室ぐらいまでの匂いはしないですけど、使用して運動してる時に使用したんだなっていうくらいの香りがします。あ、でもこっちは外に触れてる面積の違いで、まあ、新品とはまではいかないですけど、そんなにきつく気にはならないかなってぐらいの、まあでも使用感がある香りはします。こっちに無香料の方でいきます。はい、4、5回よく振って10センチ以上離して、次はこっちにフローラルを行きたいと思います。はい、じゃあちょっと2分ぐらいこう乾くまでね、はい、乾かしていただいて、実際ちょっと比べていくと、はい、お願いします。あ、お、あ、でも無香料ではあるんですけど、古着屋さんから新しいショップに変わった感じがします。使用感が気にならなくなったかなっていう感じです。でこっちはこっちですね、フローラルの方を使った方、あ
見事に消してくれますね。でもフローラルの香りがしっかりします。はい、ということで今回5種類のスプレー実際に試していただきましたが、ご自身が今日一番良かったのというか、うん、これはご自身のライフスタイルに合いそうだなと思うものはどれになりますか？やっぱ1本で2役できるのはこれすごくいいなって思いました。こう足だけ気持ち悪い時とか汗かいちゃった後とかにも使えるし、これちょっと気になって使ってみたいなと思ってます。他は何かこう気になる商品ありました？松木屋さんのオリジナル商品だと安いですよね。結構そうですね、今税込み327円ぐらい。うわ、じゃあもう破格な、しかも何回も使える、90回、約90回使えてその値段で買えるのは、なんか値段気にしないで使える、惜しみなく使えるのがすごいありがたいなって思います。ただ今日はですね、ちょっとこれだけではなくて、はい、実際にちょっと違う形でも匂い対策のところを松子さんの取り扱っている商品でご紹介できればと思っています。はい、さつきよここから TV、最初の商品なんですけども、はい、まあ、今回このスプレータイプとはまた違うものという形ですね、うん、今回塗るタイプ、足専用の塗るタイプの商品になっております。はい、ルナチで足指サラサラクリーム 30g で、こちら、続いてが男足指サラサラクリーム N30 という形ですね、はい、まずは足指サラサラクリームですね。お、柔らかいテクスチャーです。そうですね、これが実際に使用されるときは、うん、チューブから片足分1センチぐらいですかね。1センチぐらい、もうちょっと出しておきますか。で、乾いた清潔な足指の間だったり、足指の付け根、足指の全体などにムラなく塗っていくという感じです、うん、すごい伸びるのが早くて、伸ばし終わるともうサラサラになりますね。そしたら続いてが男足指のクリームの方。はい、これも約1センチほどですね。1センチぐらい。ちょっと同じような形で使っています。伸ばしていきます。うん。さっきよりちょっとしっかりしてる感じがあるんですけど、すぐ馴染んでくれて、すぐサラサラに戻してくれるので、なんか運動した後、まだお風呂入れないけどちょっと気持ち悪いなってなった時とかに、これ持ってるだけで全然違うなって思います。はい、で実際に2つ試していただきましたが、いかがでした？こういったこと商品は使ったことありました？使ったことがなくて今日初めてだったんですけど、やっぱ足の指なのでどうしてもさっきみたいに蒸れるとか汗かくとかもあるので、すごくいいなと思いました。さつきよここから TV。 はい、じゃ続いてですね、はい、続いてもデュオナチュレから、直塗りジェル石鹸 175g という形です、はい。そうですね、まあ、ちょっと全身だとね、500円玉2個分ぐらいになるんですけど、まあ、今回はちょっとピンポイントでいこうと思うので、はい、まあ、少し少なめのイメージです。色が茶色っぽい、ちょっと暗めの色ですね。簡単に塗り込めるような柔らかい感じがあります。やっぱ全身に塗り込んで泡立てないで洗う感じなので、塗り込みやすく滑りやすいですね、かなり。はい、じゃあちょっと実際につけて、はい、洗い落としてきていただきました。はい、はい、どうでした？なんか洗い流すとかなりサラサラになった気がします。油皮脂とかをこう絡め取ってくれて、それを洗い流すことによってさっぱりした感じにつながってるかなとすごい感じました。さつきよここから TV。 はい、ということで改めてちょっと今回今日紹介した商品並べております。はい、はい、かなり、うん、いっぱい試していただいてありがとうございます。ありがとうございました。いろんな商品を本当に試す機会が普通ないのですごく楽しかったんですけど、このスプレータイプのものは匂いを消してくれて、靴の中とか足とかの匂いを消してくれるもので、こっち側は直接つけて洗ったりだとかサラサラにしたりだとかっていう、ちゃんと違いが分かったのもすごくいいなと思いました。じゃあ足をサラサラにした後に靴も清潔な状態で匂いとかを気にせず履きたいってなったら、組み合わせても爽快感保ったまま楽しめるのがすごくいいなと思いました。組み合わせるのって最強なんじゃないかなって今のところなってます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、松木よここから TV では皆様の生活に役立つ情報を私惜しみなくどんどん届けていきたいと思っております。ぜひ動画が面白いないいなと思っていただけたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。
そして何か紹介してほしい商品などございましたらコメント欄でたくさんお待ちしております。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。